回、宇宙戦艦ヤマト2205、新たなる旅立ちの、監督を務めさせていただきます安田賢治です。新たなる旅立ちのリメイクではありながら、旧作には登場しない、別のタイトルで登場するヤマトのキャラクターが、登場してきたりといったことがありつつ、さらにその、今まではね、地球対別の星っていう構図があったのが、そこが今回は新人クルーが入ることによって起こる出来事も多いですし、その柱となる物語もいくつもあって、旧劇場版の見どころも盛り込みつつ、新しい、驚きもたくさん、加えられているかと思いますので、楽しみにしてください。